い車が星野です。星野もこれを勝ちますと GC では通算13勝目になるんですが、昨年最終戦で勝って高原紀武が持っておりました12勝に並んだんですが、最初に勝ったのが1976年ですか、第5戦で初の GC1 勝を挙げたんですが、それ以来13勝目を狙っております。何しろこの GC 未勝利に終わったのが、3年前、81年未勝利に終わっただけで、あとはもう毎年1勝以上上げてるわけですからね。素晴らしい、やっぱりあの彼自身のドライビングとチームの体制ですね。そうですね、はい、第2位につけております。中島はヒーローズレーシングと契約をしたんですけれども、この人もこれからさらにこう伸びてもらいたい一人なんですが ね、あの今 F2 あたりではかなり彼は乗ってますからね、はい、素晴らしいドライビングセンスを持ってますね。そうですね、はいはい、まあ、若い頃から非常にこう、まあ、元気の強い ね、レースをしていたんですが、やはり底力をつけてまいりました。誠の後ろにすぐ同じようなカラーリングの中島がつけております。彼はこういう複合コーナーってのはうまいですよ。ああそうですか、はいはい、あの彼の得意とするコーナーの一つでありますね、はい、3位につけておりますのが柳田です、はい、周回遅れの中村をかわしてストレートに入っていきます。中島悟現在50周目に入ります。をクリアします。現在トップの星野が24秒40、少しまたラップタイムを上げてまいりました。1位と2位の差が26秒ですから、あと残りはもう17周しか残っていないわけで、1秒ずつ詰めたとしてもこのタイムは詰められないわけですがね、したがって星野がこれからどういうイメージを描いてレースを運ぶかということに勝負の奇数がかかってまいりました。もう星野はもう読めてますからね、はい、残りあと7周でしょ。そうですね、ですから、もう後ろとの間隔全部もう分かってますから、はい、もう完全にコントロールできる範疇で走ってますね。そうですね、はい、もうここで無理する必要はないです、まあ、レースの前半でしたが、トップのジェフリースを追って、もう毎週毎週あの新しいコーナーの入り口でプレッシャーをかけて、はい、素晴らしい走りしてましたね、はい、17周目に一旦あの新しいコーナー 20R のところで抜いたんですが、はい、直線でかわされました、まあ、その後かなりこう精神的なプレッシャーをジェフリースにかけてましたね。彼はあのジェフリースに抜かれたのが1コーナーのアウトから抜かれましたからね、はい、星野のプライドとしてはそれが許さんでしょうね。なるほど、そういうことありますか、ですからもうどっかで仕掛けてやろうって彼は考えてたはずなんですね、はい、ですからその表現がニューコーナーの入り口のインから刺したところあたりなんですね。そしてその後あのじーっとこう時期を伺っていたんですが、仕掛けませんでしたね。仕掛けませんでしたもんね、あれはやっぱり待ってるんですね、時期を伺っておりました星野、はい、現在51周目にレースは入っております。トップを走ります星野、快調に飛ばして25秒以上の差をつけてトップを回っております。先頭星野で現在51周目のヘアピンをクリアしました。横切るやつ冒険活劇飲料サスケ新登場。これです。これがうちの新しいカムリな、うん、日本で初めて FF に2000ツインカム、室内も豪華でしょう。どう強くなった大きなカムリ。ソフィットはこの辺の聞いてほしいところでよく聞くお腹に優しい便秘薬です。ソフィットあなたもソフィットする？そうめんのふるさとで3年じっくり寝かせたひねもの、イケリの三輪そうめん蔵囲い、老舗イケリです。スポーツにはスポーツのための化粧品が必要です。汗をかいても美しい、その時スポーツフェイス、後世スポーツビューティー。街に島がある、
サントリーカクテルズ。レースは残りいよいよ3周半というところに差し掛かってまいりました。先頭は依然として赤い車、カーナンバー19番の星野がキープしております。25秒近い差をつけて悠々とトップを独走しております。開幕の第一戦で勝ちますとシリーズチャンピオンへ非常に大きなステップを踏むことになります星野。昨年は2勝を挙げながらグランチャンピオンの座を逃しました。今年は自分の会社を設立して独立してから 2年目に当たるわけで、このスタートは大きいでしょうね。そうですね、はい、ここは絶対取り逃しちゃいかんですね。そうです ね、昨年の賞金ランクでいきますと松本圭司がこの GC レースの賞金額では955万円でトップなんですが、その後この現在トップを走っております星野が950万円、わずかに5万円の差で松本に賞金王の座を奪われました。今シーズンからこのグランチャンピオンシリーズも賞金が上がりまして、優勝賞金は500万円にアップされております。2位が270万円、3位が180万円という賞金が与えられます。この第一戦で勝って500万円を手にいたしますと、賞金レースでもかなり大きなアドバンテージを取ることになります。現在2位をキープしております中島悟。中島悟と3位の柳田との間が、6秒ぐらいですか。ちょっと空きましたね。ちょっと空きましたね。もう残りは3周です。残り3周、4410メートルのこの富士のコースを57周する250キロレース、残りは3周となりました。いいペースで飛ばします赤いマシンの星野。そうですね、はい、中村誠です ね、はい、ニューコーナーの入り口で、1台グリーンに乗り上げました中村。55周をクリアします先頭の星野。ラップもだいたい24秒の後半に落としております。もう25秒近い差がありますから悠々とトップを独走いたします。ただそう、はい、今宮ですが、はい、人はもう完全に星野選手にペースその他全部任せたという状況です。はい、中島選手 のチームもそういうことを田中宏美監督言ってました。そうですか。それから3位今キープしている柳田選手ですけれども、はい、後ろ4位にリース選手がいますよね。はい、そうですね。ちょっと差が縮まってきてるんですよね。で表彰台がかかってるんで、はい、ピットの方としてはもうイケイケと今3位出してますけれども。あ、そうですか、はい、現在1位と2位の差が23秒34、2位と3位の差が、少し縮まっておりますが、そのジェフリースが柳田を追い上げておりますので、この辺りがどういう風になりますか。残りはもう1周半ぐらいになりました。これが第2位をキープしております中島悟。先頭の星野はもうニューコーナーをクリアしました。